ハンス・ヘンリック・ウィンドはフィンランドの軍人、スウェーデン系フィンランド人、AS パイロット、マンネルヘム十字勲章を二度受賞。愛称はハッセハッセで、このため彼についてハッセウィンドと記載する文献も見られる。ソビート連邦との継続戦争時に活躍75機の確認戦果を持つ。これはフィンランド空軍第2位のスコアである。 パイロットに、志願、1939年予備士官となるが、冬戦争中は、航空機不足のため参戦の機会はなかった。1941年6月、正規の戦闘機パイロットを目指し士官学校を終了。8月、ブリュースターバッファロー装備の第24戦隊に、配属される。同年9月27日、ポリカルポフアイ -15 を相手に発撃追を記録。 翌1942年3月29日、ポリカルポフ R-5 で、通算撃墜数5機に達し、AS となる。その後着実に経験を積み、8月14日には、ハリケーン2機、8月18日には、ハリケーン1機と、I、I-16 を2機の、計3機を1日で撃墜するなど戦果を重ねた。1942年11月、ルーク年少佐の、 第30戦隊長天人と共に、第1中隊長の職を一時引き継ぎ、その後第3中隊長となる。この間、5月4日には1日の出撃でシュトルモビクを3機、I-153 を1機の、計4機を落とす活躍をしている。7月31日には、最初のマンネルヘーム十字章を受章。10月19日、大尉に昇進。 1944年3月21日、ウィンドはブルーステルでの最後の戦果を挙げる。ここまでの通算は39機で、フィンランド空軍中ブルーステルでの戦果は第1位。その下半は BW-393 号機で挙げたもので、これは42年11月までは主にルークカネンが登場していた機体だった。両エースが相期としたため、 同期は個別のブルーステルの中では最多の撃墜数を持つ主君期となった。その後、第24戦隊は第34戦隊から譲り受けたメッサーシミット BF-109G-2 に起死転換。ウィンドもメルス MT-201 号機に乗り換え、スコアを重ねる。くしくも、この MT-201 号機も第34戦隊で、 ルーク加年少佐が愛用していた機体で、やはり、フィンランド空軍のメルス中で最多の固有撃墜数を持つことになった。1944年6月には、メッサーシミット BF109G-6、MT-439 号機に乗り換える。ウィンドの空戦術にはさらに磨きがかかり、6月19日に3機、6月20日には5機、22日に3機。 23日には4期、26日、28日にも、それぞれ5期と10日間のうちに25期という大量撃墜を果たした。しかし、この6月28日の空戦で重傷を負い、基地まで何とか帰祷したものの、そのまま病院で戦争終結を迎えることとなった。で月のニルスカヤイネンは、この日は難を逃れたものの、1週間後に、 やはり重傷を負って、ウィンドと同じ病院に担ぎ込まれた。ウィンドは、この6月28日付で、2度目のマンネルヘーム十字章を受章。同勲章を2度受章したのは、フィンランド全軍で4人。パイロットでは、A のイルマリ・ユーティライネント・ウィンドのみである。メルスでの通算戦果は36期。1945年10月10日に軍を退役した。経営学を学び、 製粉業界などでビジネスマンとして経営を歴任した。妻との間に5人の子を設けた。ありがとうございます。